臭がひどいのでね。もう何でもいいわ、使えれば、はい。これね、すごい私悩んでるんですけど、こういう変な色。皆さんこんにちは、ミヤです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、プチリニューアル企画第2弾、1年間放置してしまったこの場所にアイアンフェンスを立ててバラを誘引していこうと思います。はい、もちろんね、草取りなんかもしてきれいにしていきます。フェンスの方はちょっとした工夫をして高さに変化を出してみました。植え付けしていくつるバラですが、比較的耐病性のある丈夫なバラを中心に選んでいます。そちらの方もご参考になりましたら嬉しいです。よろしければご覧ください。それではスタートします。はい、作業開始です。まず草抜きから始めました。目に見えるでっかいもの、抜きやすいものから抜いていきます。こちらは笹の地下茎なんですけれども、いつもはですね、もう葉っぱ地上部ですね、見えたらこうカットするっていう感じにするだけなんですが、こういう掘り起こした時はできるだけね、取り除いておきたいなと思って、地下茎も一生懸命ね、今回掘り起こしてみました。ちょっとカメラの角度がね悪くてすいません。はい、でうちはね、あっちこっちからね笹が出てくるので、これをね取り除いたとしましても、そこまで来てるんですよ。そこの花壇がね、もうね笹に侵されてますので。はい、ここもねまたいずれね絶対出てきちゃうんですけれども、笹の根っこがね日本列島つながってますから、諦めてます。はい、とにかくね光合成させない、はい、地上部出てきたらマメにカットするっていうことがね、少しでもこう受精を弱くするっていうんでしょうかね、そういう、まあ、コツなのかなと思いますね。はい、こちらはまだあまりお見せしたこともなかったんですけど、草がひどいのでね。ここもね綺麗にしていきますけれどもね、はい、さっきのシソですね、やっぱり抜けないので、これはもう根っこをね残しても大丈夫なんですよね。一年草ですので、また生えてくることはないのでね、なるべく種を落とさないように静かに刈り取っておきました。はい、だいぶ綺麗に刈られたんではないでしょうか。はい、それではフェンスを仮置きしていきます。今回ですね、アイアンフェンスを選んだんですけれども、これはですね、楽天市場さんで購入しました。オールドシャトーフェンスの150センチタイプ、ロータイプ、こちらをですね、幅の広いものと狭いもの、2種類を交互に組み合わせて使うことにしました。購入先は概要欄にリンクを貼っておきますが、その時々によってね、ポイントがね、めっちゃ変わるんですよ。はい、なのでね、ポイントのね還元率が全然違うので、はい、そこもねよく見てね、もし購入される場合はね見ていくといいかなと思います。とりあえずこれ置いてみたんだけど、全部平らより真ん中高くして、うん、なだらかな山みたいにしたらどうかなと思って、うん、もうちょっと太いパイプでいい、刺して、パイプ刺して、そうそう、このストッパーがあるから、うんうん、これがストッパー、そうそう、で本当はここまでこう打ち付けられるようにね、これがついてるんだけど、うん、そこまで埋めると思ったより低かったから、うん、ちょっと高さを出してこう変化をつけたいなと思って、それパイプを刺すと、うんうん、はい、こちらは使わなくなった農業ハウスから撤去してきたパイプです。こちらをカットして黒く塗ってフェンスの足にしたいと思います。
かせやすい、これはラッカースプレー。本当はこういうものに使うもんじゃないってこと？これはマーキング用なんだ。マーキングって何？床に印つける。ああ、印用。まあいいよね。もらったもんで。うん、もう何でもいいわ。使えれば。はい。ほとんど土に埋まっちゃうから、うん、なんとなく黒ければいいということで、本当は密着論とか下地剤みたいなね、ああいうものを使ってからスプレーした方がよくつくんだけど、ということです。このパイプで高さを出します。真ん中を高くするイメージでね。それではペンキを塗りました農業パイプを埋め込んでいきます。こちらの埋め込む深さを変えることによってアイアンフェースの高さを変えることができます。今回はですね、真ん中を高くなだらかな山のようにしていきますので、真ん中をね一番浅く埋め込みまして、両サイド一番端は深く埋め込みました。結局もともと張ったウッドフェンスを戻しちゃったんですけれども、はい、ここの地盤がね思った以上に柔らかくてですね、農業パイプをね埋め込む時も抵抗感なくねスイスイ土の中にね入っていってしまったんですね、はい、それでこれですとねフェンスがちょっと安定しませんで、本当はフェンスの足をねモルタルで固めるとかね、そういう方法を取った方がいいと思うんですけれども、ちょっとうちは事情がありまして、モルタル入れることができないので、今回は足元にこのウッドフェンスを戻して結束バンドで固定していくっていう形を取りました。でまたバラもね誘引していきますので、そう簡単にはね倒れることはないと思うんですけれども、もし倒れたとしても、まあ前に倒れても後ろに倒れても自分の敷地内ですのでね、はい、よそ様に迷惑かけることはないかなと思いますのでね、今回はねこのような方法をとっています。はい、フェンスがね立て終わりました。隣の家が映っちゃうからね、少し高さがね違うのが見えますでしょうかね。分かりにくいかもしれないんですけど、こんな感じ、少し段差をつけて設置しています。影が入っちゃってすみません。これからバラをね3株植えていこうと思います。今回ですね耐病性の強い丈夫なバラを選びました。今回選んだバラをねご紹介しますけれども、これなんだっけ、これがですねアリスターステラグレイ、はい、少し薄いイエローがかかった白いバラですかね。すっごく綺麗なバラです。でこちらのバラは4月にバラの家で新苗でね買って鉢増ししておいた苗になります。買った時はね1本立ちだったんですよね。あんまり状態が良くないなと思ってケイと思ってたんですけどね、もう少しねこうシュートも出たんで、はい、これからにね期待です、はい、こちらもね一緒に買ったフィンブリアタという、こちらはですねオールドローズなんですけれどもね、オールドローズのハイブリッドルゴサシュラブですね。はい、こちらはね一気咲きになりますね。お花がですね、なんて言うんでしょう、すごく綺麗なねひらひらのお花が咲くんですね。でどちらかというと白なんですけど、咲き始めにね薄いピンクが入るというね、すごく可憐なお花です。ただですねちょっとトゲがあるんですよね、はい、ト
焦げがあるのでね、この内側の方のフェンスに誘引して、このエーゼルシュタインもね結構トゲがあるんですけど、こちらのアリスタスラグリーはあんまりトゲがないので、ここ人が通れるようにねしようかなと思ってますので、トゲに引っかかったりしにくいバラをね選んでみました。でこちら言いましたっけね、小輪小中輪かな、小輪でしょうかね、小輪中輪小輪みたいなね、はい、並びで真ん中にね中輪で、真ん中が帰りですね。でこちらもね帰り咲き、はい、でこちらフィンブリアタは行き咲きになります。これねかなりそこをカットしてね植え付けてましたね。そうするとやっぱり根の出がいいですね。鉢のまま埋める理由としてはまた移植する可能性があるということ、あと過湿が心配な場合もね、もちろんバラもねハンジ植えで育てる時もあります。あと前植え付けした時にはねちょっと大木があったので、それで木の根っことねこのバラの根っこが衝突してしまって全然バラが育たないということがねあったので、それでね鉢のまま植えている場所もあります。でもここはですね全然そういう障害もないですし、過湿はねやっぱり元田んぼなので過湿はあるかもしれないんですけれどもね、日当たりもいいですので、ね、そこまで心配はいらない場所かなと思っていますが、やっぱりまあ移植する予定があるということで、あとね鉢のまま植えていこうかなと思います。それではねこの3種類のバラをね植え付けしていきたいと思います。植え付けがね終わりました。はい、もう12月ですのでつるバラを誘引する季節になりましたね。はい、早いですね。というわけでねこの葉っぱを全部むしるっていう作業をねやっていきたいと思います。この千葉県ぐらいですと、ね、なかなか休眠しないのでね、こうやって強制休眠をさせた方がいいみたいですね。このようなねつぼみも全部ねむしります。このバラはトゲがねほとんどないので素手で今やってますけど、ちょっとトゲの多いバラはね手袋を使ってやります。バラ用にねこの手袋を買ってきたんですけど、これはねコメリで売っていました。耐突性があるということでね、バラのトゲの突き刺しにもね強いというふうにアマゾンのレビューに書いてあったので、これを買ってみました。このバラも根元は結構トゲがすごいんですけど、先端の方は全然トゲがないせっかくこの手袋が活躍すると思ったんですけど、いらんかった。すべていいって感じで、これ、ね、1枚ずつ取らなくてもズルズルっと取って大丈夫ですね。これをね、ずるずる、あんまり取れてないけど
全然取れてない。あと剪定誘引ね、時期ですので、結構これ枝がね、そこそこ太さがあるので、この辺でここで切りましょうか。ここでね、このように誘引しましょう。バラ用柔らかバンドですね。こちらを使います。これはコメディで買ったかな、ホームセンターで買えると思います。あんまり伸びてないのでね、あんまり伸びてないんですが、一応ね誘引しておきましょう。でも横にする季節ですので、横にしてね、誘引していきます。横にすると枝数が増えると言われていますね。バラの剪定の時期になったかと思うと本当に早いですね。つるバラですけどね、普通の木立ちのバラは1月2月でしょうかね。1年早いね。はい、とりあえずね、誘引が終わりました。誘引するってほどまだねバラは育ってませんのでね、はい、まあ、こんな感じですけど、とりあえずねちょっと長めのものは横かね斜め上に上げられるようにこのソフトワイヤーで留めておきました。はい、それではね本日の動画はそろそろ終わりになります。とりあえずねまた一箇所少しはマシになりましたのでちょっと良かったかなと個人的に思っています。はい、で私の視聴者さんはね宿根草に興味のある方の方が多くて、多分バラはねそんなにされてる方いないと思うんですけど、やっぱりねバラ難しいっていうイメージがね抱かれてる方が多いのかなと思うんですが、今回ね私が選んだバラはとても大病性があるバラです。今日ご紹介した3本は結構古いバラなんですけれどもね、今はすごくね多病性の強いバラがどんどん開発されてね品種改良が進んで出てきていますのでね、バラは消毒が大変で育てるのが難しそうというイメージを持っていらっしゃる方はね、そういう強いバラっていうのをね選んで育ててみると結構バラを育てるのも楽しくなってくるんじゃないかなと思います。今日の動画が少しでもご参考になりましたら嬉しいです。はい、とりあえずね今日は終了にしたいと思います。まだまだやることがいっぱいありますね。ぐちゃぐちゃです。はい、こっちの方もねちょっと実はね今花壇を作ろうと思いまして、と枕木っていうかねこの道を作ろうと画策しています。ちょっとですねしばらく体調を崩してまして、動画もね少しお休みさせていただいちゃってたんですけど、復活してきましたのでねまた力仕事も頑張っていこうと思います。はい、これもね埋め込んでいきますよ。はい、はい、それでは本日の動画は以上になります。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これねすごい私悩んでるんですけど、電柱の支柱線っていうんですか、これのカバーですね、すっごい変な黄色じゃないですか普通それがねもうおんぼろになりましてね、取り替えてくださいって言ったらねこの色になったんですよ。まあ黄色よりはマシなんですけど、何度も中途半端なこのグリーンをね本当にどうにかしたい。どうせならもっとダークなグリーンにすればいいのに、それか黒かブラウン、ある程度目立たせなきゃいけないっていうのがあるんでしょうかね、こういう変な色うちの敷地内なので
もしこれにつまずいてこけたとしても自己責任ですよね。だから私としてはもう黒とかにしてほしいんですけど、もう塗れるもんなら本当にアイアンペイントとかしたいぐらいなんですよね。もしね、このカバーに関して情報をご存知の方がいたらぜひ教えてください。